なんだ。3カード、悪いな、俺の勝ちだ。俺は勝利の女神と仲が良くてな。ま、そういうことだ。んフルハウス、ごめん、私勝利の女神と大の親友なの。ま、そういうこと。ふん、なかなかやるじゃないか。じゃね、もう一勝負してやるぜ。もういいって。それよりこれでアイスクリーム10個の貸しだからね、早く買って。10個もいっぺんに食ったら腹を壊すぜ。月に1個ずつにしろ。何よそれ、アイスクリーム買うお金もないの。あのどんな仕事でも解決してくれるデビルメイクライってここでしょうか。ああ確かにな。だがそれは俺の気の向いた時の話だ。今日の俺は機嫌が悪い、帰ってくれ。何言ってんの、しっかりと働いてアイスクリーム代稼いでよ。さあさあどうぞどうぞ、今お茶でも入れますから。おお、無実の罪で逮捕されたお兄さんを助けてほしいか。はい。罪状は？殺人です。でも兄がそんなことするはずがありません。第一、死んだクラウドさんは兄の大親友だったんです。それはどうかしら、仲がいいほど憎しみ合う場合もあるし。そんなことありません、兄に限って。証拠はあるのか。それは帰りな。バカな母親がうちの子に限ってっていうのと同じだ。そういう心情ほど信用できないものはない。大ちゃん、あんた金持ってるのか。高いぜ。俺はアイスクリーム10個でいいんですけど。お金の代わりにこれを。きれい。お断りだ、ギャラはキャッシュで。んあいつどういうつもりだ。受け取っちゃったね、依頼料。おい、誰もいないのか。
はいよ、ストロベリーサンデー一つ。そんなガキの食い物はないね。だろうな、この手の店ではいつも断られる。しかし随分暇そうだな。うん、あの事件のせいですっかり客足が途絶えちまってさ、迷惑な話さ。詳しく聞かせてくれ、その事件について。あんた何者だ、刑事か。そんなことはどうでもいい。話してくれたら店を繁盛させる秘訣を教えてやる。今でも信じられないよ、ケイリーとクラウドは親友同士だったからな。どうやらケイリーのやつは負けが込んでいたらしい。いきなりものすごい悲鳴が聞こえてきてな。俺のせいだ。俺のせいだ、そう言ったのか、ケイリーってやつは。うん、それが自白ってことで逮捕された。他に客もいなかったしな。何しろ全身がドロドロに溶けちまって、まるで悪魔の仕業だったぜ。ふん、で今どこにいるそのケイリーってやつは。デビルプリズンに収監されてるって話だが。モーリソン、聞いたぜ。お前まさかデビルプリズンに行くつもりじゃないだろうな。だとしたら悪いことは言わねえ。やめておけ、あの刑務所に入って生きて出てきたやつはいねえって噂だぜ。地獄よりひでえってよ。たとえお前でも抜け出すことはまず無理だろうぜ。賭けるか。賭けにならねえだろうが。俺が勝っても賭け金を受け取れねえからな。おい、店を繁盛させる秘訣ってのは。ストロベリーサンデーを置くことだ。マジかよ。